こんにちは、ロンドン3日目。今日はですね、タワーオブロンドンからスタートしてですね、私が去年購入したワッピングレーンの現場に行きたいと思います。どんな雰囲気なのかっていうのを少し紹介しながら、現地まで行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ロンドン、ロンドンブリッジにやってまいりました。ここはですね、テムズ川のほとりになっておりまして、ここの道をですね、ずっとまっすぐ行くと、僕が去年、購入した物件にたどり着くということで、ちょっと、周りのね、あの環境なんかをちょっと見ながら、建築の進捗状況をちょっと見に行ってみたいと思います。ロンドンドックからですね、3分ほどやってきたところにいます。この辺はですね、結構古い建物が多いですね。こちらのコンドミニアムはですね、まあ、ほとんどが、50年、70年というのが多いですね。それから、作りなんかもですね、レンガ作りが多いです。レンガ作り向こうにある建物なんかは煙突が立ってますよね。はい、歩いてきましたけれども、少し開けたところに、出てきました。向こうにシャードが見えますね。これも、まあ、貯水池だと思うんですが、運河の名残だというふうに思います。この辺のエリアはですね、ワッピングという倉庫街ですね。ワッピング、はい、少し新しいコンドミニアムがありますね。これなんかもおそらく2ベッド以上すれば億を超えてくるんじゃないかなというふうに思います。羨ましい。それではですね、しばらくこの運河沿いを歩いていきたいと思います。ちょっと向こうに見えますでしょうか、クレーンが立ってます。あそこが私が購入した、コンドミニアムの建築現場になります。ここからあと5分ぐらいですかね、歩けば着くかと思います。非常に環境が良くてですね、朝方から日中も含めて、犬のお散歩をしたりとかですね、ジョギングをしている方が非常に多いエリアですね。しかもすごく静かですね、こちらの方ね。まあ、日曜日っていうこともあるんでしょうけれども、すごくシーンと静まり返っています。白鳥がいます。白鳥、白鳥がいます。ご覧ください。可愛いですね。前回来た時もですね、ちょっと朝方でちょっとよく分からなかったんですけど、運河でちょっと動いているものがあったので、よく見てみたらですね、白鳥だったんですね。その時もつがいでしたけども、今日もつがいですね。ね、オスとメスでしょうか。はい、住み着いてます。今日は本当ちょっと肌寒いですね。昨日、一昨日あたりは30度ぐらいあったんですけども、曇りになると非常にこう肌寒いですね。多分20度ないんじゃないかなと思いますけどね。はい、こういう、テラスハウスですね。こちらでこういうテラスハウスのことをセミデタッチハウスというふうに言います。セミデタッチね。ほとんど一軒家っていうのはすごくまあ価格も高いんですけども、こういう狭いロンドンではですね、こういった、テラスハウス形式の、まあ、戸建てっていうんですかね、っていうのがまあ主流ですね。はい、なくっついてても普通に売買されますし、ね、こうあたりで普通に売買されます。巨大な、いやー、かなり出来上がってきましたね。すごい。まあ、あれ全部ね、一棟買ったわけではないですけども、ね、一個であっても、ああいう巨大なそのコンドミニアムの建築っていうのが、まあ、このロンドンでほとんどこう、まあ、ないというか珍しいんですね。今回私が購入した物件もですね、このエリア、まあ、倉庫街、まあ、キャナルですね、でのエリアで確か7年ぶりぐらいに、建築許可が下りたというぐらい、この建築許可を取るのもですね、難しく、で元々建ってた倉庫を壊すのもですね、ものすごいこう厳しい、審査がいるということで、
まあ、このエリアにの開発としてはですね、非常に注目されている物件なんですね。歩いてきたところをですね、あのマップで説明したいと思いますが、ここがタワーブリッジですね、タワーブリッジ。ここをこう歩いてきて、この橋をくぐって、まあ、ドックに最初行きました。でドックに、行ってですね、それから運河の方ですね、下に降りて運河沿いをずっと歩いてきました。でここがあの白鳥ちゃんがいたところですね。で今ここにいます。で現場はここになりますね。この辺がですね、これがテムズ川で、この三角地帯が、ワッピングという、はい、昔の倉庫街に、なっております。はい、現場の前までやってきました。ここはですね、船が見えますか、船が。はい、昔ここはですね、タバコドックというふうに言われていまして、タバコを陸揚げしたエリアになっております。このタバコドックの真ん前に、はい、物件があるというような感じになります。はい、急にモダンなね、あの建物。今作っているのは第3期工事になります。奥に見えるのが第1期、手前の右側に見えるのが第2期、そして今作っているのが第3期ということになります。あ、今あの向こうにいる、ね、犬散歩してるおばちゃんにですね、道に迷ったのかっていうふうに言われたんですけども、いや、僕はこの物件買ったんだって言ったらですね、うわ、グッ、ペントハウス買ったのかっていうふうに聞かれたんですけどね。いやいや、もう本当にチープワンで、あの下の方のちっちゃい部屋だって言ったらですね、まあそれでもね、あのすごくね、いい物件だと。私はこの裏に住んでるんだけどね、この物件はとってもいいよ、ね、周りからも評判だよっていうふうに言ってます。はい、で、タバコドックがこの目の前に。この通りがですね、ワッピングレーンというふうに言います。ワッピングレーンね、ワッピングレーン。はい、建物の中にやってきました。僕が購入したのはちょうど 1,2,3,4,5 ですから、あの辺ですかね、あの辺の、まあ、一部屋になります。はい、これ3期工事ですね。こうやってセットバックしてるんですけどね、このセットバックしてる形がちょうど船のような感じがしますね。上のペントハウスはですね、ロンドンの中心街、シティなんかをですね、一望できる、すごくビューのいい、部屋になっているというふうに聞いています。で、これが一期工事ですね。一期工事。ね、で、これが、こちらの塔が二期工事で、まあ、世界の奥村邸といいますか、奥村先生が購入した物件がこの塔の、確か4階ぐらいにあったと思います。はい、全て外断熱仕様ですね。実際に工事している時にもう来てるんですけれども、ちょうど外の断熱をですね、施工しているというような現場を見ましたけれども、非常にまあ、ゼロエネルギーというかエコに対してすごく取り組み、ね、真剣に取り組んでいる、まあ、国の一つなので、その点でも冬場はね、非常に熱効率も良くて暖かく過ごせるんじゃないかなというふうに思います。これはワッピングレーンですね、物件からですね。そこに、すぐバス停がありまして、ロンドンの中心街シティまで、まあ、大体10分ぐらいで、行けるような場所にあります。これがですね、街中でよく見かけるですね、サークルヒアっていうですね、こういうレンタサイクルがあるんですね。これはまあ、こういうレンタサイクルスポットがたくさんありまして、どこでこう乗り捨ててもいいということになってます。でツーリストなんかもよく使って、僕も前回使ったんですけども、24時間でわずか2ポンド、支払いはですね、キャッシュカード、クレジットカードか、クレジットカードで支払うと、ね、まあ、おばちゃんがね、もうわーって喋って、もう何言ってるか全然分からなかったですね。はい、でここでクレジットカードを挿してですね、まあ、チャージすると、
自転車使えるようにということですね。非常にあの乗り心地も良くてですね、あのバークレイズっていう、まあ、銀行が、ビッグスポンサーになってて、これはすごいあの宣伝戦略としてすごくいいんじゃないですかね。日本も日本の札幌にもですね、あれ実はこういったレンタサイクルあるんですけれども、事前に登録しなきゃ使えないので全然使いづらいですね。こういったロンドンに習ってですね、誰でもいつでも、まあ、借りられるっていうようなした方がいいんじゃないかなというふうに思います。